はい、こんにちは、こんばんは、どんかむです。ということでですね、今回なんですけども、ランクマッチの勝率の上げ方をね、まぁ、ちょっと結構聞かれるんで、紹介していこうかなと思います。まぁ、そのドミネーションの B の取り方とか、であと、まぁ、勝率上げる、あと、キルを多く取るっていうね、ことをちょっと、紹介していこうかなと思います。まぁ、ね、まぁ、パーティーを組む。わかる。うん、こんなこと言えば、もう本当に終わりなんで、あれなんですけども、やっぱりパーティーを組んでも負ける。うん、なんでね、まぁ、ちょっとその、ポイントを取る。かつ、立ち回り、勝ちやすい立ち回りっていうのを今回紹介していこうかなと思います。早速、行きましょうか。はい、ということでね、まず一つ目なんですけども、割とね、なんかそのコメント欄とか、生放送のコメントとかで、亀さんなんで B に入らないんですかとか言われるんでね、ちょっとその説明をしていきたいかなと思います。まあこれからね、まあそういう亀さん B 入らないんですかって言われた時に、多分この動画を見てくださいっていうんでね、ちょっと、ぜひぜひちょっと覚えてもらえれば、僕のね、感覚っていうか、そのスタイルがね、ちょっとわかってもらえればいいかなと思いますんで、まずですね、まずちょっと B を取りたい。はい。こんな感じに、B を取りたいっていう場合があるじゃないですか。で、B を、取りたいっていう場合に、まず、自分入らないですよ。自分基本的に入らなくて、まあ入る時もあるんですけど、とりあえず味方二人入ってもらいます。ちょっと味方二人入ってもらって、入ってもらって、で、前押し係っていうのは、なんていうかな、大体こういうような感じを見たときに、この上っすね。この2階か、から来るか、この1階っすね。こっから、敵って、大体 B を阻止しに来るんですよ。こういうような感じに。こういうような感じに阻止しに来るんで、なんていうかな、こう B を取ろうとしたときに、大体自分っていうのは頭の中で、こっちっすね。この階段の上から来るのが、まあ大体 70%。こっちから来るのが 70%。で、2階とか、この横っすね。こう見たときに、左か、左、こっちいると。こっちに今敵がいるんですけども、こっちが、まあ 30% ぐらいかな。30%、40% 来る確率っていうのが、自分の中でも頭があるんですよ。よし、じゃあ B を取ろう。じゃあ敵はどっちから来るかっていう風な感じに、まあ、ここから、7割、3割っていう感じに、僕の中で頭あって、前押し係っていうのは、基本的に入らずに、そう、入らずに、ここっすね、階段のところのポジションを張ってもらって、で、C 脇、敵が大体こっちから来るので、そう、こっちから、敵が来るので、自分はこの階段っすね、階段で、こんな感じに来る敵を、こんな感じに見る。そう、こっから、そう、ここから行ってる敵を、こんな感じで、見てあげて、で、こういう風な感じに、B を、阻止しようとしてる敵を、前押し係の、まあ、自分がカットしてあげるって感じですね。なんで、じゃあ、例えばさ、ここの、B 味方ちょっと全員入ってもらいます、B。じゃあさ、なんで B 入らないの？じゃあ、全員で、ここの B に入るとしましょう。B に入ったとして、俺さ、まあ、大体、まあ、持ってるとは思うんですけど、トロフィーない場合があるじゃないですか。トロフィーない場合とかね。なんですけど、その時って、ロケランで大体ね、一斉に殺されるし、あと、グラビティスパイクですね。グラビティスパイクとか、ウォーマシン、あと、アナイアレーターで、一掃される可能性とかがあるんですよ。しかもここね、上見てもらったらわかるんですけど、これ空いてるんですよね。ここ。ここ。なんで、プレデターとかで、もしかしたら落とされるかもしれない。ね。なんで、B 入ってたら、もしかしたらね、こっちから敵が来て、アナイアレーターで、こっちから、こういう中にね、一掃されるっていう可能性もあるし、まあ、2階っすね。ここの、まあ、2階があるんですけど、2階からこういう中に、まあ敵がね、降りてくる場合もあります。そう。大体自分ここからまあカットしたりすることもあるんですけど、ここから、まあ B に入ってる、敵をね、カットしていくっていうこともありますんで、なんで、まあ前押し係の人は、まあ2回っすね。そう、大体、まあ、サミットの場合っす。はい、サミットの場合の、サミットの B の、B を取る場合なんで、なんでね、まあ大体、入った場合は、ここっすね。まあ大体、まあ2回押さえるような感じ。2回すべて押さえるような感じですね。まあ敵視点からすれば敵に湧いて、で B 取られてます。大体 C、下から行く人もいるんですよ。下から行って、で B 取られてる。で、こういうような感じいるんで、まあその、まあ2回をとりあえず、2回を、とりあえず、確保してから B を取ってあげるという感じですね。で、前押し係の人は、こっちから行って、まあここから湧いてくる。そう、湧いてくる敵をしっかり勝ってあげるっていうことが、すごく大事なんで、だこれがね、まあ俺がなんで B 入らないかっていうことですね。そう。なんで俺が B 入らないかっていうと、こういうような感じに、まあここから湧いてくる敵を、カットしてあげる。だから、ここから湧いてきて、で、ロケランぶち込もうとしてる敵、こうやってね、ロケランぶち込もうとしてる敵とか、こっからグラビティスパイクをやろうとしてる敵、そう、こっからグラビティスパイクやられたら終わりじゃないですか。全員 B のやつが飛ばされるじゃないですか。なんで、こいつらが B をやる前に、俺が、ここの階段でね、こんな感じに待って、
殺し上げるって感じですね。これが非常に大事。なんでね、UAV とかめちゃめちゃ大事です。そう。UAV とかあると、この敵がどっから来てるかわかるんですよ。ね。なんで UAV はリスキルとかですね。リスキルとか、そういう場合に非常にね、役に立ちますんで。そう、UAV が、だから、壊した方がいいっす。絶対に対空した方がいいんで。こんなんさ、マップ見たら簡単に敵の場所わかるんでね。どっから湧いてるかわかるんで。そう。だから、ここの下から来てるってわかったら、こんな感じで、ここから待ってあげたいね。そう。味方が B に入ってくれてるんで、ここからね、来る敵を待つとか。という感じですね。はい、とりあえずね、まあ、続いてなんですけども、まあ、ちょっと逆の場合ですね。例えばね、B に入る場合、ね、逆っすね。さっきの逆、脇なんですけど、さっきの逆の場合は、まあ、ここを見てあげるって感じですね。そう。まあ、味方が、まあ、味方じゃ、ちょっと入ってもらって、僕がここでやっちゃうと、こんな感じにね。こんな感じに、もう普通にロケランとかぶちかまされるんで、俺はこういうふうな感じに見たり、ここでね、しっかり迷いしたり、そう、味方が入っているんで、俺が迷いしてあげる。こっから来る敵を迷いしてあげるね。ここから来る敵を見てあげたり、で、まあ、入ってる人はね、入ってる人は、まあ、この A 階段、A 階段ですね、サーチ A があるところの、ここの階段をね、見てあげたり、そう、こっから、こっから敵が来るか、こっから敵が来るかなんで、大体2階はないかな。ここのポイント、大体2階はね、そこから来るってことはないんですけど、大体この2パターンですね、ここと、ここから来るんで、俺はしっかりその敵が来そうなルートをしっかりマークしておく。ね。まあ2階がやばそうな時は、こういうような感じで、2階でしっかり待っておく。まあここでもいいか。ここでも結構ね、まあ前押しがかりではできるんで。はい、まあ続いてなんですけども、これもね、まあ同じ説明ですね、同じ説明なんですけども、この場合ですね、クラッシュの B を取る場合ですね。まあ結構ね、クラッシュの B ってまあ取ること結構難しいと思うんですけども、クラッシュの B を取る際に見ないといけないところは3箇所あるんですよ。ね。まず一つ目なんですけども、ここですね。で、味方二人に入ってもらって、で、俺が前押し係ね。前押しする際は、一つ目。ここの可能性ですね。ここでリスキル。俺ってね、結構ね、ここでキルしてること多いと思うんですよ。こんな感じに。ここでこれだと。敗者用ですね。そう、味方にあそこに入ってもらって、で、俺が、こんな感じで、ここで、ひたすら敗者でキルする。こんな感じで、こんな感じですね。こんな感じで、キルしちゃいってあげる。っていうことが、大体ね、多分動画でも結構見られると思うんですけども、それと、ここが一番来る可能性高いんですよ。なんでここ一番見てあげるのと、あとここっすね。北手の、このポジ。ここ。ここから敵が湧いてくるんで、ここ。ね。で、この B 入った時にね、一番見るべきところは、そう、ここ一番見るべきところは、まずここなんですよ。ここ、北手の1階。北手の1階と、で、あと、ここっすね。なんか、わがまま王子っていう人がいるところの、6、いや、5割っすね。ここが5割。で、ここが4割。ここが4割。ここが4割と、あと、こっからたまに来るんですよ。こっからね、まあ、敵の視点やと、そう、ここで湧いて、こっから行かずに、こっから行く。こっから、キルしてくる。っていう人もいるんで、ここもね、そう、B 入ってる視点からすると、ここも、まあ、ちょっとは警戒しておかないとダメですね。そう、まあ、大体は、まあ、ここ。そう、あそこの廃車のところを一番に警戒しておかないといけないんで、で、前押し係っていう人は、まあ、その不満を解消するためにね。そう、ここでずっとキルしてあげたら、B に入ってる人は、北手しか見なくていいじゃないですか。ね。まあ、そうですね。まあ、その後の前押しは、まあ、ここ。例えばここ。ね。ここからずっと見てあげると、入ってる人は、ここ。こっちしか、見なくてもいいという状態になるんで、それがね、まあ、前押し係の、仕事かな。まあ、その、まあ、一人。まあ、ここに B に入ってる人が、一人か二人やとすると、あとの三人とかは、しっかりここを見てあげる。一人はここ。で、もう一人は、ここを見てあげる。ね。まあ、ちょっと、人数が多かったら、ここで二人、ここで二人見てあげるとか、やっぱりそういう、なんていうか、それが、まあ、前押し係かな。それが一番ね、前押し係の、まあ、仕事なんでね。これは本当に、そう、大事なんですけど、B に入ることも大事なんですけど、もしさ、ここにスモーク焚かれて、急接近されて、こっからグラビティスパイクとか撃たれたら終わりじゃないですか、全員。そう、トロフィー関係なしで終わりなんですよ。なんで、そういうやつが、ね、こういうな感じに、グラビティスパイク撃ちに来る距離の前に殺さないとダメなんですよね。うん。それが、まあ、前押し係のね、仕事かなと思いますんで、本当に前押しっていうのは大事。ね、全員なんか、全員本当に、その、ここに入ってさ、じゃロールバックやば。ここでね、まあ、全員3人、まあ、3人、4人、全員入ったとしても、トロフィー大事なくて、一網大事に、ロケランで一網大事にとか、あと、プレデターミサイルとかでね、全員死んでしまうこと
とかありますんで、やっぱりそうされる前に、そのグラビティスパイク打ってくる敵とか、あと B に入っている味方を阻止してくる敵とかね、しっかり買っていかないとダメかなと思います。はい、ということでね、まあ、続いてなんですけども、リスキルポジですね、まあ、強ポジというんでしょうか、まあ、大体ね、まあ、まあ、自分ってね、まあ、もう13万キルぐらいしてるんですよ。13万キルぐらいしてるんですけど、プロフィールのあの合計のやつね、13万キルぐらいしてるんですけど、もう多分ね、その3割か2割ぐらいはリスキルなんですよ。そう。その13万キルのうち2割か3割はリスキルなんですけど、大体ね、その、どこのマップでもリスキルポジっていうのがあるんですよ。例えばね、向こうから敵が湧いてると、まあ、好きなのは、まあ、好きなポジ、そうですね。ここっすね。大体ここの、そう、大体ね、この A から取ってくるんで、こっから、まあ、結構動画でもね、動画でも見てもらったらわかるんですけど、大体ここで俺リスキルしてるんですよ。こんな感じ、こういうような感じで。そう。まあね、まあ、強ポジっていうか、滑り打ちで敵を倒せるとこっすね。滑り打ちで。そう。なんで、まあ、湧いてきた敵に対しては、こことか。ここの、まあ、重機ですね。こんな感じで、こっから勝ってあげる。こっから敵が湧いていくんで、確かね、ここやったらね、脇ポジ変わらないですよ。なんで、ここで、ひたすらリスキルしてあげる。ここの、こっちですね。こっちから来るときもあるし、こっちから来るときもあるんでね。はい。でね、まあ、C 脇っすね。まあ、反対の、まあ、C 脇。大体ね、僕の中では、そう、カメさんの中では、大体こういう、キルするポジっていうのが、大体決まってきてるんですよ。でなんで、まずはここですね。2階に上がるときの、ここのポジションとか、まあ、ここのポジションとかね。そう、まあ、B 入るときに前押ししてあげるとこなんですけど、こことか、あと、ここですね。大体敵がこっちから湧いてくるんで、こっちから湧いてくるんで、俺が、こういうな感じで、こういうな感じでキルしてあげると。ね。ここでしっかり滑り打ちで、いきなり出てあげる。そう。で、あとはここですね。まあ、しゃがみ打ちでこういうな感じで。ここの遮蔽物で戦う、ひたすら。ここの遮蔽物で、こういうな感じで、戦ってあげるっていうことなんで、やっぱりしっかりね、こういう自分のリスキル、キルしやすい場所を把握するっていうことは、かなり大事なんで、ということですね。で、まあ、あとね、もう一番なんですけど、UAV ですね、UAV。もう、湧いた瞬間ですね、例えばさ、こういうような感じで、湧いたとするじゃないですか。A に湧いたとして、一回空を見ます。で、UAV がああいうような感じに飛んでるんで、絶対に対空しましょう。そう。しっかり、これもうさ、何回も言います。何回も言うし、まずね、まず、エイムとか立ち回りとか関係ないですよ、これは。ね。UAV 壊すって、エイムとか立ち回りとか関係ないじゃないですか。でね、まあ、そういうエイムとかってさ、まあ、何回も練習して、まあ、できることじゃないですか。そう、立ち回りとかもね。そう、立ち回りっていうか、まあ、リスキルポジを覚えるっていうことは、まあ、なんていうかな。やっぱり何回も何回も練習して、エイム練習もして、感度も合わせて、で、エイムが良くなる。っていうことなんですけど、UAV を壊すっていうのはね、それね、小学生でも意識すればできることなんですよね。なんていうか、その UAV を壊すとか、そういう意識は、ね、もう意識するだけでできますんで、そこは本当にやらないとね、そこでやっぱり差がついてくるっていうか、ね、はっきり言いますけど、UAV 出てたら、まず、その、レベルがね、低い敵にも打ち負けます。ね。なんでしっかりカウンター UAV とかね、カウンター UAV とか UAV とかね、しっかり壊してあげないと、やっぱり厳しいんでね。やっぱりしっかり、壊してあげる。本当に。もうそれは、本当に、お猿さんでも UAV 壊せって言ったらできますんでね。誰でも赤ちゃんでもできますんでね。しっかり意識してやりましょう。まあね、まあ主にそういう感じかな。まあ主に、まあそういう、まあ説明できることはそういう感じなんですけど、まああとは、まあルールごとにね、まあ立ち回りを変えるとか、まあどういうことかっていうと、まあそのドミネーションとかハードポイントってさ、やっぱりデス数関係ないじゃないですか。デス数関係ないですけど、チームデスマッチとかっていうのは、まあデス数が関係してくると。ね、50キルした方が勝ちなんで、とりあえずキル数を、デス数を下げるっていうね、まあ立ち回りをするか、する。まあ、その、デス数を下げるとかね。デス数をしっかり抑える、立ち回りをするとか、で、あとは、まあ、ドミネーションなんで、もうガンガン突っ込むとか、キル数、もうデス数関係ないんで、デス数関係ないんで、それを気にせずに、ガン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 突っ込むとかね。まあ、そういう立ち回りをしっかり、変更していくっていうのはね、大事かなと思います。まあ、まあね、まあ、勝率っていうか、まあ、パーティー組む、わかる。まあ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 、それ言ったらしまいじゃないですか。それ言ったらしまいじゃないですかね。なんで、まあソロでもね、まあ今回は上げれる立ち回りっていうか、まあ基本ですね。そう、いかに今 B を取るかっていう、いかにしっかりハードポイントとかね、まあ取るかっていうね、ことを、今回は紹介しました。ね、まあ結構Twitter の DM の方でも、まあカメさんなんか、キル多く取る立ち回りを教えてくださいとかね、言われますんで、とりあえずそれは、まあ今回のね、動画を見てもらったらいいかなと思います。まあそうですね。まあ、パーティーを組むっていうのはそうなんですけども。まあそれ言っちゃったらしまいなんでね。まあちょっとまあ、エイムとか、
エイムとかはね、まあその俺がなんか言ってもいくら言っても、まあいくらね、あの上手い人の話を聞いても、とりあえず自分がね、実行しないとダメなんで、そこはやっぱり、その人次第ですね。その人次第で、次第でね、上手くなるか、上達するかっていうのは変わってきますんで、とりあえず UAV、対空はしましょう。これは別に練習しなくてもできます。意識するだけでできるんでね、ぜひぜひちょっと、実践でちょっと、意識してみてください。とりあえず、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、